明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。萩町のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。萩町のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。萩町のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、こんばんは。今夜はね、カリル殿、あずさ2号を歌いました。2017年6月の4日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。いつかわかんないからね、本当にいつ死ぬかわかんないけど、まだ生きてるからこんな風にやってます。はい、こんばんはね。はい、あぶり帰ってきましたよね。日帰りの後だからね。はい、どうもね、こんにちはね、どうもね。はい、どうも。あ、宮崎さん、どうもね、こんにちはね。ビームジムさん、ジムビームかな、ウイスキーの名前かな、こんにちは、どうもね。宮崎さん、デスク一郎さん、で、大さん、どうもね。うん。そう、もらったやつよ、もらったやつね、どうもね。おいたんまんさん、どうもね。はい、どうもね。はい、こんにちは。あ、佐藤さん、どうもね。してたよ、大丈夫、ブギー。ありがとうね。酔っ払ってない、うん、大丈夫よ、ブギー。今日はそんな、ハイボールだからそんなに弱ってないよね。日本酒と気合が弱いからね、今日はハイボール飲んだからね。ハイボールだったから、今日は。こんにちは。パーマじゃないよ。普通の爽やかヘアですよ。爽やかヘア。あ、こんにちは。どうもありがとう。いつものよかったか。今日はね、休みでさ、休みだからね。早めに、ぶり返ってきて、風呂入って、こんな感じですよ。うん。もう一回。増崎さんよ、こんにちは。どっちでもいいよ、僕は。うん、どうもね。ありがとうね。じゃあもう一回、今夜、あずさ2号、歌いましょうかね。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがき
きっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。はきりちょうどのあずさ2号で、私は私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された、そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。はきりちょうどのあずさ2号で、私は私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。はきりちょうどのあずさ2号で、私は私はあなたから旅立ちます。はい、どうも、宮崎さんどうもね。うん。今夜、あずさ2号歌いました。来週ね、土日休みだったら、キャンプね。まあ、仕事だったらね、日帰りでどっかね。うん。うん、似てるよ。僕もそう思った。都市似てると思う。僕前からも都市似てると思うよ。うん、似てるよね。うん。うん、キャンプ、休みだとキャンプ行こう。ね。もう提供はしないっていう意味で僕、本当は。僕はそうよ。うん。僕、あんま臓器移植が反対だからさ。それでそんな意味で、僕は、うん。反対の意味で僕、提供してもいいんだけどね、あえて僕反対だから、反対よってことで持ってんの、僕は。臓器移植してまで生きる必要って僕はどうかと思うんでね。そういう意思の提供。別に提供してもいいんだけどね、本当は。でもね、そう言っちゃうと、裏腹の、ま、わけわかんなくなっちゃう。あえて僕は持ってんのね、反対の意味で。うん。僕は提供はしないよっていう。なぜ提供しないか。でも、臓器移植自体に反対だから。あそこまでして生きる必要はあるのか。いや、僕はないと思うんでね。うん。僕は、だから、臓器移植までしてどうこうする必要があると思うんで、それ、そういう反対の意思の証明で持ってますんで、僕は。僕はそういう人間ですね。うん。うん。ね、僕、移植してまで生きるのってどうなのと思う、本当僕は。これじゃ、キリがないからね。うん。僕はそんな人間よ。うん。そこまでして生きたら何なのさって感じ。ね。うん、僕はそこまでして、どうせいつか死ぬんだからさ、そこまでして、世の中に議論の的になるようなことまでして生きてどうすんのって感じもするんだよね。うん。まあ、されてもしょうがない。でも、医師としては僕、反対の意思を変えて持ち歩いてるからね。まあ、死んでからだからどうしようもないもん、それは。どうなろうと僕は、そんなもん。僕は知ったこっちゃないもん。その状態だって本人は意識ねえんだからさ。うん、別にいいよ、僕は。死んだからって別に構わない。僕は死んでからのことだもん、そんなもん。医師と反対にされたってしょうがない。まあ、医師として僕は、臓器移植の医療に僕は賛成はできしかねる。そんだけの話。うん。そんな意味で今夜もね、行こうか。アルコールバーナーで。アルコールバーナー行くよ。ライターはいつもの。ビッグ。ビッグよ、ビッグ。いつものビッグ。行こうか。アルコールバーナー、今日のお夜食行く。今日はご飯は炊かない。今日は焼肉やろうと。今日は焼肉やるよ。今夜は焼肉だよ、焼肉。アルコールバーナーで焼肉。じゃあ、点火します。今日はフライパンで焼肉やるね。持ってくんね。
今夜は焼肉やるからさ。今夜は焼肉やる。持ってくんの、お肉ね。フライパンはいつもの、いつもの。ストームクッカーの L のやつね。L のやつね、これで。焼肉。昨日は二合飯ね。うん。ライジムスティン記念でね。今日はこれ、おなじみストームクッカーの L のフライパンで。いいかな、こんな感じで。油しかない。今日はね、あとは焼くだけ。豚肉、バラ、焼肉用。メキシコ産か。だから安かったんだ。100g108 円だった。味付けのやつね、売ってた。このいうやつね、今日は。こんなお肉です。見えるかな？こんなお肉です。見える？安いでしょ。ね。まあ、100g108 円だ。まあ、今日は半額じゃありませんよ。このお肉焼きましょう。これ。豚バラなんで油は敷かない。豚バラだからね。豚バラなんで油は敷かないよ。今日は豚バラだから。今日は鶏皮じゃない。豚バラ肉なんでね。うん、じゃあ行こうか。このまま焼いて。もういいかな？うん、いい感じだ。ストームクッカー L のフライパンね。油たっぷり豚バラ肉焼き。うん、豚バラ普通でも安い。メキシコ産だから直されやすいわけだな。うん、まあ外国産の肉は安いな、ほんとね。今日焼くよ、こんな感じです。どうも。いい、座るのよ、今日。そう、焼肉。今日はこれをね、つまみにして飲もうと思ってます。まず焼こうか。うん、うまそう。油たっぷり感がたまんないね、これね。油たっぷり感。油たっぷり。あ、うん。わあ、いい感じだ。うわ、全部入れちゃうね。油たっぷり豚バラの味付け。味付けだから安いんだろうな、ね。味付け。まあ、仕上げにちょっと味加えてもいいけどね。うん。豚バラ。ああ、すごい。剥がさなくてもいいや。そのまま入れちゃっても。全部入れちゃいます。豚バラ肉。大好き、この油たっぷり感がたまんないね。油たっぷり豚バラ肉。豚バラほんと安くていいよね、油いっぱいあって。うん。まあ、油には目がないんだよね、油にはね。この油感がたまんないね。この油感ね。はい、これで全部入れました。はい、油感がほんとたまんない。はい。どうもこんな感じで。じゃあ豚バラの味付け肉の焼き肉。まあ、ちょっとやると。じゃあ今日の飲み物持ってこうか。今夜の飲み物。今日は豚、あ、どうも。ジムさん、ジュンさんどうもね。今夜豚バラの焼肉です。スーパーで売ってたさ、ね、豚バラ、味付けの豚バラ肉、焼肉よ。これをストームクッカーの L のフライパンでアルコールバーナーで。味付けだからね、別にこのままでもいいやな。うん。おなじみこれいきます。これだ。これだ。まあ、まあ、冷酒だって、このまま冷蔵庫入ってたんで、昨日にこれ。行こうか、いっぱい行こうか。おー、いい香りだ、豚バラの。いい香り。はい、乾杯。はい、乾杯。ちょっとこれで、スマホで、
確認しようかな。では豚バラ焼肉です。ない、万引きはないよね。万引きはしたことない一回も。するわけないじゃん。物を買うときは買うに決まってるんだって人間だもん。人間はそんなことしないよ。うん。日本人はそんなことしないよ。ああ、いい感じ。ああ、揚げ付けなんでこのまま豚バラたっぷり。ああ、いい感じだ。油がたっぷり。よかった。豚バラの揚げ付け肉ね。揚げ付けが流されやすいんだよね、これ。うん。うわぁ、油いいね。うわぁ、いい感じ。ちょっと切り返して。まだ焼けないからね。焼けるまで一杯飲みましょうか。こんなもんで。じゃあ一杯。はい、乾杯。なあ、そんなことするがないじゃん。お金払ってますよ、僕はちゃんと。一回もないわね。上がり前でそんなも普通しないでしょ。どっかの有名俳優のタレントじゃあるまいし、子供じゃあるまいし、やんない、そんなの。偽タレントだったら犯罪するかもしれないけど、僕は一般人だからやんないよ。うん。偽タレントだったらなんかいろんなことするかもしれないよね。僕はやんないから。うわ、うまそう。カツアゲをされそうになったことあるけど、結局されなかったのもし、なんとか。なんとか金は出さずに、通り過ぎた感じがあるけどね。されそうになったことあるけどね、出したくないがなんとか出さずに、しぶしぶして、そのうちなんとか、過ぎたってことがあるけど、実際、ないね。取られたことはないです。うん。されたことはあるけど、ね、なんとかしぶしぶ、なんとか逃げ合わせて、取られた、あるよ。うん。カツアゲはそう。されそうになったけどね、金を要求されたことあるけどもね、出さないで肉伸びたこともある。お、いい感じだ、豚バラ。じゃあ、いいじゃん。油を面倒にしましょう。いただきます。今夜豚バラの味付けの焼肉だよ。わ、うまそう。うん。お、この油がいい。この油がたまらなくいいんだよ。油が。うん。うん。味十分でございます。おお。で、いっぱい。うん。それ何？今晩は何？今晩は楽しかったよ。うん。そうよね。おそう宮崎葵ちゃんのこと思いながら揉んでるよ。うん。じゃあ豚バラ肉の味付けの焼き肉。うん。あ、で一杯。日本酒、コップ酒、レイジ大福。この油があるでしょ、この油もったらないからさ、この油でね、野菜を絡めようと思います、絡める。絡める野菜はね、チンゲン菜、2株ほど。こて、洗って適当に切ったやつ。チンゲン菜絡めよう、この油で。こんな感じで。油がもったいないからね。この、豚からの出た油とこの新鮮さを絡めて、いい感じだ。固定の新鮮さ、これ安かったから、この小さいの3株入って40円ぐらいか。うん、税込み40円ぐらい。そのうち2株。ああ、いい感じだ。やっぱちょうどいいね、これ。あ、豚バラ油たっぷりでっからさ、野菜絡めてちょうどいいかなと思ってね。こんな感じ。豚バラとチンゲン菜絡めて。こんな感じね。
インゲン菜にさ、ちょっと揚げ渦マットをちょっと加えようか。味薄くなったからさ。おなじみ、一味唐辛子。いいぞ、一味唐辛子。これね、これちょっと振ろうか。一味唐辛子。もう一回ぐらい。こんなもんでいいや。一味唐辛子でちょっと混ぜて出来上がり。豚バラとチンゲン菜炒めか。味はもともと味付けの豚バラだから、これ。味はいいや。辛味だけで。うん、うまそう。おぉ、いい感じだ。豚バラとチンゲン菜炒めだ。これをつまみに。ああ、いい感じだ。今日はこれがおつまみ。豚バラチンゲン菜炒め。おぉ、いいね、いいね。これでもう火からおろします。はい、完成。今日は豚バラチンゲン菜炒め。揚げ付け、これ揚げ付けの豚肉だからさ、この豚バラなんで、それと仕上げに一味入れて、こんな感じ、チンゲン菜と豚バラ。いいね。うん。うわ、うまい。やっぱ辛みがあるといいな。うんうん。ほいで一杯。うん。うん。どうもありがとう。うん。なくてもいいんだ、僕。もう、ほんと、大きい人、ほとんど。お椀ぐらいの固定のちぶさが好きなの。大きいのが嫌いなの、僕。手の下にすっぽり収まる感じのが好きだから、僕。ちょうどいいの、僕。小さめが。だから、葵ちゃん可愛くていいと思うよ。葵ちゃんがね、お願いしたら結婚するかもしんない、僕。あわよくばね。肉野菜炒め間違いないよ。普通、肉野菜炒め肉はさ、豚こまとかだと思うが、豚バラの焼肉用でありついたやつで。それとチンゲン菜で、こんな感じで。うん。やっぱ油がいいね、あると。油最高。うなぎが美味しいのって油があるからだもんね。これからのシーズン。土用の丑の日でうなぎ、うな丼ってあるけどさ。あれがうまいのはさ、うなぎに油乗ってるからだもんな。うん。うん、いっぱい、もう一杯。そうよ、サンマが美味しいのもそう。油があるからだよね。油なかったらまずくて食えないよ、うなぎなんかあんなの甘ったるくて。油乗ってる、適度に油があるからうなぎ、かば焼きが美味しいんだもんな、あれね。で、乾杯。そりゃそうだよね、うなぎなんか。うなぎのかば焼きがうめえのはさ、適度に油があるからだもん、あれ。油大事よ。ほんと、ほんとにどうも。上から目線じゃないか。そりゃそうだよ、僕。結婚は上から目線じゃなくてやんないよ。僕からお願いして結婚はしてもらわないから。女の子の方から、かつゆこさん、私と一緒になってくださいって言われたら知ってあげてもいいよ。それは当然のことでしょう。うん。自分から頭は下げないよね。うん。うん。うん。ああ。仕上げのこれが効いていいね。うん。つまみとしてはこれ。おかずだったら入れなくてもいいけどね。つまみとしては仕上げにこれ。これが効いてうまいやん。ね。ああ、高いの、うなぎね。へえ。
そりゃそうだよ。あれ養殖できないんだもんね、あれね。どっかから自然の中で来るのは、しょうがしょうが高くてもな。ね、うん、そう。当時結婚する意味がないもん、そんなのだって女性の方が言ってこなかったらな。当たり前、それはそうだよ。うなぎって長くなってすごい長くなるもんさ、普通に。大きい場所になるとね、広い生けすがあるような家だと、やっぱそれなりの事情をしないとね、大きくないよね。それ、さばくのも大変だもんな、さばくの。でも一回、関西風の食ってみたいなうなぎな、お金があったらな。蒸さないやつね、焼いてあげつい、焼いてやつ。もう一回蒸しちゃうのしかないからね、僕、こっち、しかし日本だから。一度ぐらいはね、食ってみたいよね。蒸さないうなぎのやつね。かば焼きで、焼いた、タレつけて焼いたやつね。こっちの、しかし日本はさ、焼いた後蒸してたもんね、あれね。一回ぐらい食ってみたいね。でも、高いから食えないけどな。うん。まあ、だからまだ洗わないんだよね、僕そこ、そういう人洗わないね。うん。うん。うん。どうもありがとうね。うん。本日は、無理しなくていいから、そんなね。ありがとうね、うん。洋服はでかいの送んないようにね、あんまり知らないからさ、ダブダブだからさ、ね。でも送んなくていいもんですね、うん。うん、どうかな、うん。向こうからだって会いに来てくれたんだもん、僕に。会いに来てくれたんだよ、最初。向こうから。わざわざさ、そうだよ。東京駅で待ち合わせして。うん、でもあの人も お金持ちのお嬢さんだからさ、お金使わないとダメなんだよな、やっぱり。僕、解消がなくて稼げない人間だからさ、お金ないからさ、そんな、養えないんだよ。解消ないんで、僕は。人間として。こんばんは。こんばんは。今夜も飲んでます。はい。今日はね、豚バラ肉の焼肉に金銀菜入れてみて。味付けの焼肉、豚バラだから、そのまんまそれに金銀菜混ぜて、こんな感じで。で、パクリ。豚バラ肉ね。豚バラ肉の味付けも炒めたの。うん。うん。そうなの、わかんない。こんばんはね。うん。今夜も飲んでるよ。どうも、松でした、どうもね。それはわかんない。僕本人だからわかんない。それは僕じゃないから。別にいい、別に僕見なくていいや。もう懲りちゃったよ、ほんと。懲りちゃったよ、もうほんと、いろいろ。
懲りんかったよ、ほんと。もういいよ、ほんと。懲りましたよ、もう。ほんとお金かかるよね、付き合うとね、ほんとね。懲りましたよ、ほんと。ほんと付き合うとお金かかると思った。 よく分かった、ありがとう、感謝してるよ、よく分かった。ほんと付き合うことほんとお金かかるんだよ、ほんとね。じゃあ行こうか。じゃあ3杯目行こうか。もう3杯目だよ、3杯目。私はこれ最後にしとこうかな。3杯目だ。どうもね。懲りない、女に懲りないです。あわよくばお股は変わんないです。あわよくばお股ぐりぐり、あわよくばおぬれまんこは変わんないからね。懲りないよ、僕。それは懲りない。付き合うのは大変だなってことね。いつもそうで、僕、頭の中ではね、女性を目にした時にはいつも常に、あわよくばと思ってるからね。絶対口に、態度や口には出さないけども、頭の中ではああよくば、腹の中ではああよくばと思ってますんで。これは勝彦さんですよ。ああよくば、お股ぐりぐり。いつも思ってますんで、僕は女性を目にしたら。女性を前にしたら。いつも思ってること。あわよくば、あわよくば、あわよくばって、でもないけどね。ないけど。そんなことない。でも、万が一にあわよくばお股ぐりぐり。でも、いろいろかかんないな、やかいで。あばよくばおまたぐりぐり。これは基本ですよね。女性に対してもエチケットってそうでしょ？女として見てもらわなかったら女性ってかわいそうだもんね。そうでしょ？女性を女として扱うんだったらやっぱそういう対象になっちゃう、当たり前。おっぱいよりおまた、僕。おっぱい嫌いじゃないけどね。おっぱいよりおまた、おまた。おまた、おまた、おまたがいいよ、おまた。僕、おっぱいよりもおまたぐりぐりがいいです、僕は。おっぱいは嫌いじゃないけど、おっぱいよりもおまたぐりぐりの方がいいです、僕は。おまたぐりぐり。おまたの方がいいよ、僕、おまた。おま。あわびも、うまいね。あわゆうごとあわびをかけてんだね、うまいね。おっぱいよりも僕、おまた。おまたぐりぐりが僕の夢です。ああ、豚バラうまいね。あわよくばおまたぐりぐり。まあ、届かないみたいね。多分走り行こうかもしんない。で、ぐりぐりって若いんで、それだけじゃない。その後もそれに決まってんじゃないか。まずはまたぐりぐりでしょ。そういう意味だよ。そんぐらい考えればわかるでしょうね。まずはまたぐりぐり。そういう意味だよね。まずはまたぐりぐり。ね。おまたぐりぐりだけのわけないじゃないか。その先があるに決まってんじゃないか。ね。で、まずはおまたぐりぐりだよね。なあ、わかりました？そういうことよ。おまたぐりぐりが基本ですよ。基本中の基本、人間としての基本中の基本ですよね。ああ、いいよな。やっぱり、所詮女性はオナペットだからそうなっちゃうんですよね。どんなことしたところで女の子オナペットにしかなれませんからね。何やったところで。皇室とか、どんなところに生まれたところで女の子オナペットに過ぎないからね。僕はそんな人間です。どうも。発言がどうしたの？どうした？すべての女性オナペット。ね。ああよくば、濡れまんこ。これ基本ですよ。僕の座右の目と言ってもいいかもしれない。
でもそう思われることなんて女性ってつまんないでしょ。そう思う女性がいるからこそ、男性がいるからこそ女性もさ、生きる気持ちが湧くと思うんだよね。うん、そういう感情がこの世の中なければさ、つまんないよ。で、うん。だから絶対僕はどっかの機関みたいにさ、態度には示さないよ。行動には示さないけども、腹の中、頭の中ではそんなこと思ってます。どんな時でもね。うん、ね、愛子さん見ては、あわよくばと思ってます。愛子さんってのは、あれ、皇太子さんの娘さんの愛子さんのことね。愛子さんもうお年頃だもんね。中学も卒業してね。お年頃だよね。愛子さんもね。ありえないけどさ。絶対ありえないよ。愛子さんなんかさ、そんな機会はね。でも、そりゃ、頭の片隅にあわよくばって考えはあって当然だ。で頭の片隅思うの大丈夫よ。行動に移さないから僕は。当たり前じゃないか。まこさん、まこちゃんもそうだよ。女の子だもんな。当然でしょ。女なんか所詮女ペットなんだからよ。当たり前、例外はありません。やめてませんよ。やめちゃうぞ、僕絶対も行動に移さないから大丈夫よ。腹の中で思ってるだけなんで歌手の方でもいいしどっちでもいいよ。女なら所詮ただの穴だから女なんかひどいな。考えたら女なんかただの穴とか言ってるね。考えたらひどいこと言ってるねでも間違いないんだよね。それ間違いない。うんでいっぱいあ、おっぱいもいいな、ほんと。僕、おっぱいはね、見るのよりね、揉んでみたいですね、見るのより。僕、おっぱいはね、見るのよりね、揉みほぐしたいです、僕は。うん、失礼かな、ごめんなさい。でも、腹の中で持ってっからしょうがないね。うん、でも、結局、その気持ちがあるから、女性って、世の中で価値があるんだと思うよ。うん。いろんな場所でさ。根本的に女性はなペットっていうものがあるからさ、いろんな世界、女性には花があるって言葉あるんだ。本当いっぱいあるでしょ？日本語でさ、女性には花があるって。ああいう言葉が出るのもさ、そういう気持ちが根底にあるからだと僕は思うんだよね。うん、そんな意味を込めて乾杯。うん、機会があったらね、うん。うん、どうもありがとうね。あ、じゃあ最後、今日は豚バラとチンゲン菜食べて。もう豚バラ食べ終わったら、チンゲン菜。これ食べておしまいだ。うん、油たっぷり。豚バラはいいね、油があって。うん。ああ、そうだ。フォレストさん、無理しないでいいから、ほんと。大変だから、送んないでいい、そんな毎回。ね。無理しないでいいよ。うん、前に、今日もお風呂入ったから大丈夫よ。うん。今度はね、スノブキャンプ場行こうかな、あそこ。群馬ね。冷蔵庫の中固まってんだからさ、豚バラじゃなくて、鶏皮の湯がいて洗って、適当に切って、冷凍庫入ってなんだ。あと、鶏胸肉冷凍したやつ。あ、豚のロースの、トンテキ用だっけ、トンカツ用の肉が、あれも冷凍したって。あれ持ってキャンプ行こうと思う。うん。あれ持っていけば、こっちか野菜を買えるかって。うん。今度ね、土日休みだったらね、群馬県のキャンプ場に行こうと思う。いつもの。高崎線沿いの。一本で行ける。うちはさ、東京の東部、東側だからさ、あれが便利なんだよ。結構、高崎群馬とかって。西武線とか東武線だったらさ、池袋まで行かないじゃん。めんどくさいけどさ。あそこ意外と便利なの、あれ。ね。うん。
こっち側から行くからさ、うん、高さして1本で、今度土日休みだったらそこへのキャンプ場行こうと思う。玉村町っていうとこだ。群馬、高崎市と埼玉の間のちっちゃい村のその公園の公園でキャンプ場ってことでこう開放されてるところがあるの。新町、高崎線の新町駅から歩いてまあ30分で行きますよ、ほんと。普通に歩いて30分。すげえ、あれ、それが嬉しいよね、あれ。初めて行ったキャンプ場はさ、東部の武蔵嵐山から歩いても1時間以上かかるからね。ほんと、月川荘だけど、月川荘と比べたら全然違うもん。うん。のんびり歩いたってもう1時間かかんないもん、あそこ。あそこ便利だよな。で、高崎線だし、そこそこ本数もあるし。まあでも国電だからね、一応高いけどね、運賃はね。まあそれはしょうがないな。疲れないよ、うん。今日は何なり飲んでっから大丈夫。もう結構電車の中で結構新町駅結構乗り出やっからさ、群馬県に入って一駅目だとはいえ、こっちの都心の方からずっと乗るとさ、結構乗り出あるからそのままのんびりできるから、うん。でもあれいいよね、やっぱり。高崎線一本っていうのはさ、赤羽まで行ってそっから乗りか、京浜東北で、乗り換える感じ、もしくはそんな感じだもんね。上野に行って山手線でもいいし、あれいいよね、ほんとね、ほんと。無人ではないよ、そこそこ、うん、無人ではないです。普通の通勤、うん、普通の駅、いわゆる、うん、普通都心側から成田ぐらい、高崎の手前だから成田、ウニンバ沼、成田ぐらいかな、成田ぐらいだと思うよ、都心からの距離、成田。そんなもん、その都心で。高崎線って言ってもあれ、埼玉から群馬に入って一駅目だから、新町駅。そっから歩いて30分ぐらいのとこの、玉村町ってとこの公園の、校長の公園の内でやっているキャンプエリアだから。だから無料で。奥から乗ってもいいけど、帰りはあるけどね。帰りはさ、あれ、食材とか食った後なんで軽いからさ、ね、焚き火の燃料とか。行きはさ、あれ、焚き火の燃料の薪とか持って帰るの重たいんでね、こっちから乗っちゃうけどさね、うん。帰りはそういう燃料も使っちゃうんで軽いんで、奥駅かよく歩くよね、うん。当然無料のさ、キャンプエリアなんでね、売店ないからさ、当然燃料も売ってないわけよね、そういうとこは。だからこっちからもう、ね、今日みたいにね、焚き火用の燃料を持ってってやるわけ。あそこ行くときは。規制。あ、どうも、いちちゃんどうもね。うん。あ、規制業者あるわけあります。ちゃんと払ってますよ。一回もない、そんなの。だから、100キロはない。だって、都心から、高崎が100キロだからね。高崎の手前だから、多分、90、そんなもんだと思うよ。うん。100キロ以内。覚えておくといいよ。都心から100キロ圏で言ったらね、千葉県だから銚子。神奈川の方だ箱根で、あれ、北の方だと高崎だからさ、ね。高崎の下だから、その新町駅って。100キロ以内。そう、必要でしょ。そうそう、女性はオナペットとして必要だもんね。僕もよくわかる。うん。必要。オナペットいなかったら何もできないもんね。うん。でも、ね、うん。さて、今日もこれでおしまい。最後のこれ、油も全部飲んじゃうか。うん。あ、美味しくいただきました。うまかった。今日は豚バラ炒め。美味しくいただきました。しようと思いません。その当たり前なのか。しようと思っちゃいけない、そんな人間として。キツルなんかしたらさ、世の中成り立たないよ、あれ。みんなちゃんとお金払ってください。お願いします。鉄道会社さんのこと考えてくださいよ。ね。
鉄道会社はね、皆さんからいただいてる運賃で成り立ってんだからさ、来てる乗車考えないでください。高いなと思って乗るんからにはちゃんと来て正規の料金払ってください。僕はそれを言いたい。鉄道好きとして。僕は鉄道好きなんでそんなことできないよ。うん。かつゆこさん、ラジオっ子でもあるけど、鉄道好きでもあるんでね。鉄道好きの立場から来てる乗車なんかできません。うん。分かった？鉄道乗車しちゃいけないよな。もっとね、ちゃんとお金払ってね。払ってください。ちゃんとお金払ってください。うん。糖尿病じゃないよ、糖尿病じゃない。鉄道好きにちょっと秀才かな。乗り鉄じゃないよ、僕。線路沿い歩き。お金のかからない鉄道。いろんな、鉄道好きのいろんなあんの。時刻表買ったりさ、いろいろ。僕はね、お金のかからない鉄道好きで線路沿い歩き。すげえ金かかんないでしょ。僕は線路沿い歩きなんだ。かついこさん、線路沿い歩き。鉄路を見ると、その線路沿い歩きたくなっちゃって。だから金かかんないよね。うん。あ、だから、梅雨でもさ、雨降んないときはアウトドアやりますよ。やりますよ。あ、来た。あ、どうも。フォレストさん、あ、よかった、間に合ったね、配信中に。フォレストさん、またまた送ってくれたんだ。届きましたよ、フォレストさん。ありがとう。フォレストさんが言ってたやつ、届いたよ。あ、フォレストさんがなんか送ったって言ってたやつ。また送ってくれちゃった、無理。ありがとうね。でも送ってくれたから文句言えないよな。ありがとうね。届いたよ。ありがとう。うわっ、すごい、この、あ、クリアサシ、ありがとう。クリアサシ。クリアサシ入ってた。ありがとうね。クリアサシ、ありがとう。こんないっぱいくれてる。わあ、メガネもくれた、メガネ。ありがとう。使えないと思うけど、ありがとうね。メガネほんと、メガネ。ありがとう、ありがとう。メガネありがとうね、メガネ。多分、でも、厚さ一緒ぐらい？あ、全然合うわけない。全然合わない。全然合わない。でもありがとう、わざわざ送ってくれて。クリアサシありがとう。今度飲むからね。あ、すごい。保冷保温のやつ、ありがとう。今度使うからね、ありがとう。あとシャツかな、シャツありがとうね。うん。今度着るからね、シャツ。このデカそうかと。ありがとう。着るからね、ありがとう。ありがとうね。うん。やっぱサイズはしょうがないよね。自分の顔じゃないからね。ありがとう。
ああ、靴もこれは登山と使うんだ、登山の時に。そこ暑いんだ。普段はな、いつもの、普通のさ、アウトドアは日帰りだったらさ、これは履かないけど、登山の時に使いますんで、ありがとうね。あと、うわっか、サバが産んだ高めの味噌煮と、ああ、サバの缶詰もありがとう。これもアウトドアの効果だ、ありがとう。こんサバ缶も、水煮と、ありがとうね。フォレストさん、ありがとう。ああ今度これ飲むからね、これね。明日飲もうかな。ありがとう、わかった。届いたよ。うん。うん。どうもありがとう。シャツありがとう。今度着るのは、今度自分で絶対着ないケースだ。夏場に着ようね。すげえ太いこれ。すごいでかいよ、これ。僕着たらこれ柄が全然、ズボンだから入っちゃうよ、これ。まあでもありがとうね。多分そのつもり、僕これ着たら、ね、多分柄がね、3分の1ぐらいでズボンだから入っちゃうと思うんで、そのつもりでね、ありがとう。でも本当、着ますんで、ありがとう。もうた、どうしても洋服はね、本人買わないと合わないからね、ありがとうね。で、これ登山の時、山行く時に、靴はね、それ以外普段の靴履くね、いつも、うん。僕もそうだからね。そこ厚いもん、結構厚い。うん。これ、山行く時履こう。登山靴に使います。ありがとうね。で、これは機械機械。で、これもサバ缶か。結構高めだよ、これサバ缶でもね、これだから。120、30円するよね。あんまり100円以下でやってないよ、これ。ありがとう、これ。ね。サバの缶詰、ありがとう。高めのサバ缶じゃん、これ。ありがとう、こんなの。これ嬉しく、一番嬉しい、これ。缶詰と発泡酒、一番、発泡酒も高いもん、今、ほんと。ね。これ、今日飲んださ、昼間飲んだんじゃん、あれ。宝の焼酎ハイボール。あれより高いんだよ、これ。ほんと高いの、今、発泡酒。今じゃない、前からそうだけど、ほんと高いな。発泡酒安いと言ってもね、宝のハイボールからしたらね、高いの、ほんと。ね、でもありがとうね。うん。美味しくいただく。ありがとう。試着してもこれでかくてできないと思う。試着しようかな。うん。で、ちょっとこれ片付けて。で、ちょっと片付けてから試着して、じゃあこれで、缶詰向こう置いて。じゃあ置いてくる。ちょっと向こう置いてくるね。これ、登山行くときにシャツはこれだけだと、これは登山行くとき、ね、じゃあ試着してみようか。じゃあ先ほど1回ぐらいしてみようね。どうもね、ありがとうね。寝てるよ、ね、全然に。だって、職質動画もあるもん。あなたの住所言ってんもん。だから、豆な人はね、職質動画の住所をね、ちゃんとチェックしてんだよ、あれ。ホーレットさん豆なんだね、あれ。あんな動画の住所、そうでしょ。職質するとき僕は隠さないからさ。その時に知ってんのを見たんだろうな。じゃあ、着ようか。だから多分これも明らかにでかいと思う。結構いいからなの、意外と。意外といいからなの、和彦さんね。意外と、うわぁ、でかそう。ダブついてるよ、すごい。どうもありがとうね。わぁ、すごいでかい。
こんな感じだ。ガラはこんだけで、こんな感じ。どうも、どうかな、こんな感じで。でかいね。どうも、1枚目こんな感じ。やっぱ3分の1ぐらいはズボンの中入っちゃう。でもいいよ。ホレストさんどうかな、見えるかな。ありがとうね。送ってくれたやつこんな感じですよ。で、コップ酒。いいかな。じゃあもう一杯。じゃあ今度2枚目。ほんとでかい。サイズはしょうがない、ほんとね。洋服は自分で買ったんじゃないからね。夏、山行くときとも着ようかな、山行くとき。夏の登山とき着よう。あ、半袖だよ、でも、半袖。袖は短い、やっぱ裾が長い。そう、これはやっぱズボンだから、この辺はズボンだから入っちゃうからね。あ、こんな感じ、ありがとうね。あー、かずひこさん素敵じゃん。素敵でしょ、ほら、似合うね、ほんと。いや、もうかずひこさん、土台の絵が何人と似合うんだよ、ほんと。わー、素敵。自分で惚れちゃった。ありがとうね。立ってみたい、ほら。はい、この、立つと映んない、全身が。いや、こんな感じかな。これが、これはズボンだから。ね、これがズボンだから。もうこうだから、もうズボンなんか入れるタイプなんで。ズボンなんか入れるタイプ。よく、若い人はさ、出すけど、僕それでダメなんで、シャツは入れるタイプなんで、僕は。シャツを入れるタイプなんで、こうやって。これなんで、気持ち的にダメなの、これ。ありがとう。あ、これちょうどいいね。ありがとうね。一番これ合ってるかもしんない、サイズが。ありがとう、これすごいぴったんこだ。じゃあ、これ今日はこれで済まそうか。ありがとう。これぴったりだね、これ。一番ぴったり、ありがとう。ありがとう。一番これ合ってる、ほんとに。これほんとこれで、これはほんとでかかったけどさ。サイズ的にこれ一番腕回りもちょうどいい感じだ。いいね、ありがとうね。うん、僕何しても似合うんだよ、かっこいいから。かっこいい人はね、何しても似合うんだよね。それはしょうがないんだよね。うん。ありがとう、ゲストさんどうもね。イチさんもどうもね。スケチロさんどうもね。フォレストさんどうもありがとう。丈はしょうがないね。もともとサイズ合ってないから、どうして。だから丈が長いもん、やっぱ、ズボンなんか入れないとね。ズボンなんか入れないとしょうがない。ズボンなんか入れれば長いやつでもね。長い分にはね、ズボンなんか入れれば隠せっからさ。ね。長すぎるのはやっぱそれはね、ズボンなんか入れないと無理だよね。あれ、かっこ悪いよね、やっぱり。うん。長に入れないと、これすごい長いんだもん。入れないでしょ、どうしようもないよ、これ。そう。うん。僕、ハゲてないからね、僕はね。おでこ面白いね。しかも、秀才さんだから、秀才だから、ただ、頭がいい お兄さんだからね。うん。じゃ、乾杯。どうもありがとうね。中に入れなダメだよね。長くて。ワンピースみたいなじゃん。長いから入れないと。ワンピースみたいなおかしいじゃん。入れないと。ワンピースみたいになっちゃうよ、あれ。ワンピースと変わんない、ほんと。長くて。うん。ね。ハゲじゃないんだ。おでこが白いんです。おでこが白いんですよ。おでこが白いだけです。ね。
どうも、今日はね、豚バラの焼肉で、コップ酒、もう飲んだ、3杯飲んだ。どうもありがとう。どっかの動画で見てね。じゃあ、スティックの方終わっちゃった。ログ開始。はい、今日はね、これ飲んでます。じゃあ、最後の1杯いきます。いつも通り、このまま、冷蔵庫冷やして冷酒になってます。じゃあ、最後の1杯。はい、乾杯。もう豚バラ炒め美味しくいただいたんで、うまかった。エリはどうだ。エリはすんない方がいいよ。こうすんの、エリ。こう、変わんないと思う、こんな感じ。どう、エリ、どうですか。エリやったよ、フォレストさん。の書き込み見て。あ、ただかっこいいよ。エリたちもかっこいい。和彦さんって土台がどうやってもかっこいいんだよね。和彦さん何してもかっこいいんだよ。いい。お、いい感じだ。素敵。で、コップだけ。ああ、って感じだね。じゃあこれもう最後に一杯。もうこれはもう明日以降飲みます。もったいないもんね。もう今日4杯目だもん、これ。これフォレストさんがまた送ってくれたんだ。ありがとうね。あ、乾杯。どうも。メガネはダメ。全然合わないんだ、度数が。全然合わない。これ僕のメガネ使わない。これ僕のレンズは拭きはダメ、これ。全然弱いよ、これ。何このメガネ。全然合わない。ダメだ、僕。やったけどさ、気持ち悪くなっちゃう、これ。使えない。ありがとう、でも送ってくれてありがとう。メガネはダメ。ちょっとでもね、すごいよ、あれ。気持ち悪くなっちゃう。やっぱメガネはどうしようもない。でも、ケースは使えるもんね。ありがとうね。そうだ、そんぐらいするだろうな。一番これ本当はサイズがぴったり。今日来てたじゃん、あれ、今日。あれ、里見公園で。これ本当ダボダボだったもんね。これと比べると全然ちょうどいい、これ。これ一番いいね、これね、サイズがね。サイズが一番いい、これ。おう、ちょうどいい、これ。ありがとうね。ありがとう。おやすみなさいね。まあ、今度ね。すぐには焦げ、だって僕のレンズって当然のように特注だからさ、メガネで注文してさ、2週間ぐらい待つからね、すぐには無理よ。それなりのお金もかかるし、機械もかかるからさ。そうよ。よくある視力の人だったらさ、よくあるんじゃ当日使ってきますって。もうそうじゃないんで、特注なんで、だいたい2週間待つんだよね。今日はそれ、すぐにはできないからね、それ。大きいメガネだったらさ、ありがきな視力だったらさ、当日作れるんだけど、僕ありがきでじゃないから。ね。2週間ぐらい待つんだ。いや、ありがとう、僕。やっぱ、そんなさつまいも似合うんだったら、芋焼酎が欲しいよ、欲しい、欲しいよね。ね。さつまいもとか言うんだったらね、なおさら芋焼酎を期待しちゃうよな。あ、でも無理しなくていいからね。無理しなくていいよ、ほんとね。芋焼酎高いもん、ほんと無理しなくていいよ、ほんとね。大丈夫よ。
軽いじゃない、僕、老眼って言ってんじゃん、眉毛。眉毛って僕、老眼よ。眼科でもね、あ、老眼さんだが来たって言われてるから。もう、老眼さんだって。そうだね。あ、老眼さんが来た。そうだ、メガネ屋さん、そう、眼科でもそうよ。老眼の方が来たって感じで言われてるから。老眼です、老眼。僕、老眼だから、老眼。わかった？もう45だもん。45なら老眼は珍しくないからね。無理しないでいいよ、そんな。送んないでいいよ。高いんだから、芋焼酎。無理、いいよ、送んないで。送んないでいいからね。大変だからね。送んないでいいよ、そんなもん。大変だ、高すぎる。わかった？俺って送んないでいいよ。無理しないでいいから、ほんと。ね、送んないでいいよ。そんな大変だよ、そんなの。ね。僕が好きで動画アップしてるし、生存確認の一環として動画を残してるだけだからさ。どっかの誰かためにこんなもんで金儲けしようと思ってませんからね。ゆなちゃん送ってもないで僕から襲いに行くから大丈夫よ。何言ってんだよ、ほんと。でも、そうしたいよな、ほんと。あわよくばね。でも、そんなことしないよ、僕は。紳士だから。僕は紳士だから、ね、行動に移さないで、脳内で楽しんでます。紳士じゃない人はさ、行動を移して田代さんみたいに捕まっちゃうわけね。わかった？ね。田代さんは紳士、田代正史さん、元ラッツ&スターのあの人は紳士じゃないから行動に移して捕まっちゃったわけだな、ね。僕は紳士だから行動に移さないで、頭の中楽しんで大丈夫って感じ。うん。僕は紳士なんで大丈夫よ。僕は紳士なんで捕まらないよ。うん。田代正史さんに行動を移さないよ。僕は大丈夫よ。うん。紳士だから、肝筋の中で全部処理するんで、行動には意思を移さないよ。うん。紳士じゃないと、田代正史さんみたいになっちゃうから。あと、田代さんと、あとね、あの人みたいね。なんかあの人ね、おまだ触っちゃったあの人。おまだ触っちゃったあの人。ね。あんま有名な人、おまだ触っちゃった人。自力した人いたよね。おまだ触って自力した人。いたよね。ああなっちゃうよね。もう大丈夫よ。生きてるよ、大丈夫よ。うん。僕は紳士です。で、コップだけ。あ、でもこれはこのシャツ、いい感じだ。いいじゃん、ほんとありがとうね。うん。ぴったり。いい感じ。今日はこの、明日もこのままで行こうかな。ね、仕事これで行こう。どうせ仕事行って、職場行けば最上服着替えるから。うん。これでいいや、明日。捕まんない、僕。そんなことしないから大丈夫よ。着ないもん、そんなコスプレなんか。ねえ、アルチ配信しないもん、最近。最近もうアウトドアだからね。アウトドアだから。職質されてもさ、アウトドア、山から帰宅途中に疲れてきて、もう配信とかしない時だからね。だから動画ないわけ。そうです。そうだ、ほんと。今の警察はね、ほんとそうだよ。父さんが帰宅して疲れきって時でもね、怪しい人にはね、職質するんで、僕もされてますんで。でも、それなもん、そういう時配信してないからね、動画はないです。そうでしょ、絶対。もう、勝彦さん、副次とか何も出てこないもんね。気楽だと思うよ、警察官は。絶対あるよね、あれね。職質って言ってもさ、絶対、
大きな木が繋がんねえからって、絶対あるよね、あれ。この、こういうのだったら、一応、仇だけ職質ってことをすれば、ね、職務にもなるし、やったところで大きな事件じゃねえから、気楽だなって、絶対義務でしょ、あれ。絶対そう思う。僕もそう思うよ、あれ。絶対僕を職質するのは、生き抜きに決まってるよな。どうやったって大きな事件繋がんないもんな、こんなの。暴力団の関係がなんもないしね。絶対生き抜きだよ、あんなの。それで僕はまだ交番の中連れて行かれてさ、カバンの中全部見せてやってんだよ。絶対そうだよ、ほんとあれ。生き抜きだよな、あれ。島の時にさ、いろいろちょっと変な人に声かけてやって。だから、工房の中でさ、だから、登山帰りのバックパック背負ってっからさ、嫌そうな顔してたもんな、あれ。カバン、中のも見せてくれますかって、あ、いいですよって言ったけどさ、実際言ってもね、工房の人はね、嫌そうな顔してたもんね。でかいバックパックを出してたらさ、でもしょうがないね。職質だからってこと、全部出したよ、あれ。全部出した。で、すごい嫌そうな顔。全部、だ登山行くときに帰りだからさ、戻ってきて、色全部しよったの。変わってほしいよね、ほんと。見た目だけで判断してほしくないよ。ね。まあ、こんな顔でもね、いつでも暴力なんて何の関係もありませんから、ほんと。普通にアウトドアの帰りなんてね。アウトドアの帰りなんて。刃物持ってますかって言って、刃物持ってますって堂々と言いますだって。アウトドアで山とか行くんでさ、野菜の皮剥いたりするのにナイフ持ってるからさ、当然刃物持ってるよ。ね。固形燃料に火つけたら指紋もライターを持ってるし。そうだもん。実は正直に言ってるよ。そりゃそうだ。刃物持つのに決まってるもんね。登山の鍵だもんね。テント泊の鍵だから、当然。一泊するのにさ、野菜剥くのにさ、ナイフ持ってもね。今日みたいにね。テロはしない、僕。炎なる幸せをやるだけで、テロは一切しません。一切ありません。ただ、お年頃の女の子のお股のことをね、脳内でね、膨らませてるだけです、僕は。テロは一切しない、僕は。お年頃の女の子のお股のことを思いながら、脳内で夢を膨らませてるだけです、僕は。テロリストはさ、優秀で最近あったじゃん、あれ。あんな感じだよね、あれ。なんだ、自爆テロみたいにさ、自分も死んでもいいから誰かが殺すわ。で、僕そこまでしないもんね。そういうことしないもん。お、またいいね。でもほんとかわいいな。ああ、かわいいわ。葵ちゃんのお股に入れたいよって思いながら飲んでます。葵ちゃん、かわいいよね、宮崎葵ちゃん、あの子。ほんとかわいい。青よくば。青よくば。サバ缶も、この間のさ、豚のバラ肉の缶詰はあったよね。トンポーロだっけ。あれもあるんだ。山行くと何も買わなくていいな、あれだけあったらね。あと、あの、お米だけ持ってけばいいね。あれ缶詰あれば気楽だ、あれ。ご飯炊いちゃえばさ、あれ立派なおかずだもんな。そう、でも分かったある、ほんと。分かったある。あれ、昨日の見たよね、フォレストさんの動画で。一応、アウトドアでご飯炊くのは別にね、よくみんな、僕以外の私動画見たら分かるけどさ、あれ、アルコールバーナーでご飯炊く場合ね、別に火加減って、そのままでもいいんだからね。よくさ、
わざわざさ、めんどくさくてさ、弱火にしますってやってる人いるけど、それ必要ないからね。あれで炊けるからね、ほんとご飯って。うん。2合、3、1、まあ3合ぐらいまでだと、もっと1升とかわかんないよ。3合、5合ぐらい、ほんとそんぐらい少量のご飯だったらね、わざわざ、あれ、火加減をね、調整する必要ねえんで、そのまま炊けるから、そう覚えておくといいよ。少なくとも3合ぐらいまでだったらね、そのまんまアルコールバーナーで火加減なんか変えなくて炊けるからさ。うん。よくわざわざアルコールバーナーでさ、火加減してる人いるけど、そんな必要ないんで。うん。ただやることはさ、沸騰したらさ、かき混ぜるだけ、あれだけしとけば大丈夫、炊けるからね。うん。ご飯とそういうもん。覚えておくといいよ、これ。これ結構一番大事なこと。ね、アウトドアでご飯炊く場合、火加減は別にそのままでいいから、変えないで。沸騰したらただちょっとかき混ぜるだけ、全体をよーくかき混ぜるだけ、それだけでいいから。それで、ちゃんと火通るから大丈夫よ。うん。で、それを覚えておくといいよ。それだけ大事なこと。よくわざわざ火加減変える人いるじゃん。そんなもん必要ねえから、チョコね。間違ってますか？どうもありがとう。僕のお父さんもう死んなくなったんだけど、僕の工員です。同じく工員。どんな工場かというとね、あれ、金型って言ったプラスチックのおもちゃとか作るとこね、ああいうの、ああいう工場の金型。金型って言って、金の型ね、プラスチックのおもちゃを作る工程の金型を作る工場です、お父さんは。そんなやってました。わかった？わかったかな、あれ。金型。もう、キティちゃんだじゃん、キティちゃん。女の子のさ、あれ、小学校低学年ぐらいまで幼い子、女の子向けのさ、キャラクターで、キティちゃんってあるでしょ？あれ、キティちゃんとか、キキララとかあるじゃん。あの系統のおもちゃの金型作ってた時は。そうそう。だからうちはすごい、だからうちの父親、そのキティちゃん関連の金型の工房だったからさ、カレンダーなんかそうだよ、あれ。キティちゃんのカレンダーだったもんな、あれ。うちのお父さん、父親、そうだ、もう亡くなったけどね、そう。そういう工場だったから。キティちゃんなんかのやつ、キティちゃんとかあるよね、あれ、今。今、ウサギみたいなやつかな、ああいうやつの、子供が、なんだ、あれ、おままごとみたいなやつ。ああいう色になるよね、文房具とか。あの類の、プラスチック製でしょ、あれ。ああいうおもちゃ類の金型を作る工場。うん？しかも、僕のお父さんもね、嫌だった。僕のお父さんはね、ダメな人間でね、母親にね、頭上がらなかったんだよね。そう。僕の、おばあさんやったら人、父親からお母さんかな、僕のお父さんから。それがね、その人が創価学会に熱心だったんで、いやいやながらって感じだった。いやいや、ダメな親で、本当思うよ、本当。ダメなやつで。もう、働いてて稼いでるのにさ、母親の言いなりでさ、そんな感じ。僕のお父さんも、ね、本当、創価に入るの嫌だったみたいだけど、お母さんが言ってたからさ、無理無理って感じで。僕の祖母がね、創価学会熱心で、それで、僕が9歳の頃、小学校3年生の頃、入ってあげるか、一家全員。普通だったらさ、大学までのお父さんがさ、ねえ、嫌だ、言えば言えないんだ、僕のお父さんって。行く気ないから。うん。そうだった。わかった？僕のお父さん弟子じゃないよ。僕のおばあさん。僕のお父さんから言ったお母さんね。おばあさんがね、弟子になったわけ。それで総会に入った家族全員。だから当然、
名前だけだ、名目だけ。だから、ね、真偽も何もあったもんじゃないよ。もうこのおばあさんの、おばあ様の言いなりって感じでさ、一家全員ずっと創価学会に入ったわけ、あの頃。30年以上前だ。ね、うん、そうだ。50歳前だもんな。30年以上前。35年ぐらい前かな。うん、おばあ様の言いなりでさ、家族全員、我が家は創価に入ったわけだよ。僕のお父さんがさ、育児がない人間だったから、反対できなかったから。わかった?わかった、ホルスさん。僕のお父さん、そういう人間。僕のお父さんは創価じゃないよ。僕のお父さんはね、母親にね、頭が上がらないダメ人間だったわけよ。ね。だから言いなりだったわけ。いい年してもさ、僕の母親がさ、言ったこと、そんな感じ。振り回される、だって。そりゃそうだって。新聞も成長新聞撮ったしな、あれで。うん。そうだね、僕の父親はさ、育児じゃなかったか、母親の言いなりだ、いい年してさ、情け。今はもう、当時わかんなかった、まだ、当時僕小学生だったからわかんなかった。今は思うとそう思うよ。育児がな、親だなって。もう働いてんだからさ、生計立ててんだから。自分の人、いや、いいのにさ、それできなかったんだ、僕のお父さんは、それが。ほんと育児がないと思う、ほんと。母親の言いなりでさ、ね。つらいよね、ほんとね。うん、いろいろあるんだろうな。ね、言い出した気がないよ。ね。ないよ、そんなもんはな。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。おやすみなさいね。また明日ね。もう今日は1時間じゃやって。じゃあ、ホルトさんありがとうね。無事届いたよ。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうね。おやすみなさいね。今日はこの、また明日も。明日からまた仕事なんでね。仕事から帰宅次第ね。おやすみなさいね。でも終わります。ではまた。はい。いけんじゃん。ではまた。また明日。終わります。